さて、続いてはシリーズでお届けしている生駒歴史探訪です。今回は大和でも有数の共同墓地、越山郷墓を訪ねました。ではご覧ください。皆さんこんにちは。今私たちは南生駒駅に来ています。今から私たちは有里町へ向かうんですが、今木さん、有里町といえば以前行基さんのお墓がある竹林寺へ行きましたよね。そうですね。今回も何か行基さんに関係のある場所なんですか？そうなんです。以前にね、ご紹介したように鎌倉時代に行基さんのお墓が発掘されて、そして遺骨を納めたシャリベイが出てきました。でそれをきっかけにしてね、行基さんの遺徳を慕う信仰が広まって、で行基の供養塔をね中心に建てた大規模な墓地が営まれ始めたんです。で今日行く越山郷墓墓もそういった墓地の一つなんです。今木さん、はい、小高い丘を登ってきましたけど、はい、たくさんのお墓、石造物がありますね。そうね、ここはね、越山郷墓墓と言われてましてね、はい、生駒谷のね、17号の村の中の6つの村、有里、大門、それから藤尾、萩原、尾瀬、小平尾、この6つの村の人たちがね昔からお墓を営んできたところです。全部数えると6000ほどのお墓があるということで、大和でも最大規模のね共同墓地と言われてます。まるでもう石造物の博物館と言ってもいいほど貴重な史跡です。今木さん、こちらの建物は何ですか？これはね、王城院というお堂です、はい、お墓のほぼ中心部に立ってまして、はい、でこのお堂の中にはね、行基さんの供養塔だと思われる五輪塔が祀られてます、はい、それはどこにあるんですか？じゃあ裏へ回って見に行きましょうか、はい、こちらがその五輪塔ですか？そうです。実はね、竹林寺略録という本があるんです。でこの本はね、2種類のね写本が伝わってます。現在広く読まれている本、一般にルフ本というんですけれども、この本の中にね、行基さんの遺骨をね、王城院に納めたということが書いてあるんです。行基さんのお墓は王城院にあるんだという研究者がおられて、そういった人の中にはこの五輪塔が行基さんのお墓だということをおっしゃる方もあります、私は大僧正舎利米記にもね、行基さんは生駒山の東陵東の棟で、火葬に付されたということが書いてありますからね、地理的に言ってもね、やはり竹林寺の現在の行基さんのお墓が、正しい場所じゃないかというふうに思います。今木さん、こちらの石造物ちょっと変わった形してますよね。そうですね、これはね、はい、この墓地の中にある石造物の中で一番有名な宝鏡印塔です。国の重要文化財にも指定されてます。鎌倉時代のね、正元元年、西暦でいうと1259年という年号が刻まれてましてね、年号の明らかな宝鏡印塔の中ではね、京都国立博物館が持っておるものに次いで全国で2番目に古いものです。確かに変色しているところもたくさんありますね。そうね、年季が入ってる感じがしますね。で、まあ、この塔があることによってね、
この越山郷墓もおそらく鎌倉時代の中頃からね営まれ始めたんだろうというふうに考えられます。今木さん、これまで私お墓についてあまり興味を持ったことなかったんですが、今日はその意味が少し分かったような気がします。そうですか。このお墓もね、14世紀に入るとね、この近くの有力な農民の人たちがお墓を営むようになって、でさらに近世になるとね、一般の農民の人たちもここへお墓を建てるようになりました。でそれとともにね、西国三所、三十三所巡拝が盛んになったりして、そういった活動をね記念する石造物も作られるようになってきました。ですからお墓の石造物を調べるとね、生駒の歴史文化の流れが学び取ることができるというふうに言っていいと思います。お墓っていろんな形や様式がありますが、遠い昔からすごく形を変えてきているっていうのが分かりましたよね。越山郷墓は有里町と萩原町にまたがる丘の尾根筋に広がっており、たくさんのご先祖様が生駒を見守っています。いかがでしたか。このようにラブリータウン生駒では毎回生駒市のホットな話題を中心にお伝えしています。ご意見ご希望がございましたら、電話 74-1111 内線222生駒市広報広聴課までお願いします。なおファックス 74-9100 もご利用いただけます。皆さんのご意見ご希望をお待ちしています。それではさようなら。